ひろゆきさんは周りからどう思われようが自分を貫き通すメンタルはやれるときでも動じない胆力が強そうですが、それは馬つきなんでしょうか、もしくは鍛えられてそう思ったのでしょうか、もし何かしらで鍛えられた場合どのようにして鍛えられたのか教えてください。鍛えられたのではなく、自分が正しいことを言っているから、その受け入れられない人は頭が悪いか間違ってるんじゃないかと思ってるので、あんまり気にならないんですよね。これ狭心者とかと同じ心理で、頭のおかしな人って自分が頭がおかしいって分かってないので、自分は正しいと、で周りが間違ってると、だから何を言われたとしても、ああみんな間違ってるなーっていうので、あんまり気にならないっていう、それはどちらかというと僕は頭のおかしな人マインドを持ってるっていう方が多分正解に近いんじゃないかなと思いますけど、なので、周りの人が正しくて自分が間違ってるんじゃないかっていう時に、ある程度まっとうな人であれば、会話をした時に、あ、本当だ、自分間違ってたわってなるんですけど、ある程度、それなりに知能がある人だと、こういうふうに考えてこうなんだよねっていうと、あ、そういうことねっていうので、割と納得してもらえる率が高いんですよ。で、納得してもらえなかったとしても、あ、それはその人の考え方だよね、みたいな。でも目玉焼きって醤油とソースどっちかけるのが好きみたいなのって、別にソースが好き派と醤油が好き派で議論したとしても、そっちが好きなのね、ふーみたいな話じゃないですか。なので別に他人が理解してなかったとしても、別にそれはマイナスにもならないし、別に自分が間違ってるとは思わないので気にならないという感じだと思います。はい。